先輩方、2062年未来人ラジオの時間だ。たまになんだけど、たまになんですけどね、未来人さんみたいに体重を増やしたいという人もいるわけですよ。多分男なんですけどね、多分ガリガリなんでしょう、小さくてね。だから女ではないんだけど、その男でガリった男というのがね、その未来人みたいにね、ふくよかになりたいという人がちょっと変わった男もいるわけですよ。まあそもそもわからなくないんですね、気持ちが。なんかね、街中歩いていたら、なんていうのかな、未来では全然人気ではないんだけど、現代ではね、細マッチョというジャンルがね、人気みたいなんだけど、未来ではね、全くね、人気ではないんですよ。細マッチョというのはね、肝とか逆にね、思われるわけですよ。まあ私ぐらいが、自分ぐらいがね、ちょっとガリってるくらいかなと思うわけですよ。だから私はね、自分はその2016年ぐらいに来た時は68ぐらいだったんですよ。78で最低が64とか3だったかな、で陸上競技をやってた時というのは62とか63ぐらいだったかな。110m ハードルをやっていたんですよ、この腹でね。私の姿を見た人はびっくりすると思うんだけど、400m ハードルと、あとは 110m ハードルと、あとは三段跳び、あとは幅跳びで、リレーメンバーでもあったわけですよ、で国体にも出たことがあってね、信じられないかもしれないけど、今でいう細マッチョだったわけですよ、でも未来ではね、全然人気がなくてね、今のこのふくよかな体型の方が圧倒的に人気ではあるんですよね。でやっぱりその現代人でもね、分かる人は分かるということなんですね。私のこのね、豊満なボディみたいになりたい人というのもいるらしくてね、もちろん分かるわけですよ、気持ちはね。でもね、結構辛いですよ、この体になるまでっていうのはね、結構食べないといけないからね、結構辛いということで、筋トレもある程度しなければいけないし、結構辛いかなと思いますよ。だから食がね、細い人というのはね、ほんときついと思いますよ。私もね、結構きつかったですからね、あんまり食べない男だったんですよ。全然1日1食ぐらいしか食べなかった。だから例えばね、ポテトチップスとかあるでしょ、あれ一袋とかどうやって食べるのみたいな感じで、思ってたぐらいですからね。今は軽く食べますけどね。でもね、未来では太ろうと思えば簡単に太る方法というのは、いくらでもあるわけですよ、現代に住んでるから未来の技術というのはね、未来人というのは使えないわけですよ。私は今懲罰で現代に残っていますから、未来の技術というのは使えないもんですから、なかなか苦労したわけなんだけども、未来ではね、なんていうのかな、分かりやすく言うと、細かく言ってもね、未来のことというのはね、分かりにくいと思うから思うんだけど、要するにね、太っている人の細胞というのをね、細い人に移すわけですよ、そしたらすぐ太るということなんです。これ嘘みたいに聞こえるかもしれないけど、本当なんですね。それが使えないからね、その現代ではなかなかそのガリった人が私みたいなね、スーパーボディを手に入れることというのはなかなか苦労するということ、もうとにかく食べないといけないということなんですね。もう炭水化物中心の生活だということですよ、糖質ですね、糖質と炭水化物、もちろんタンパク質も脂質も取らないといけないということだから、結構苦労するということ、食事が中心だということ、食事がね、6割7割占めます。あとは 2,3 割筋トレ的な感じで、私のね、スーパーボディが手に入れる
ことができるということですね。女性は真似しなくてもいいんじゃないかなと思いますよ、うん、女性はしなくていいという、まあやってる人はやってると思いますけどね、私から言われなくてもね、うん、糖質ばっかり食べている人っていうのはねいっぱいいるでしょうからね、まあ、そういった人に見習うのもいいんじゃないかなと思いますよ。しかしね、自分の腹をねたまに眺めることがあるんだけど、これ一体何が入ってんだろうと思いますよ。本当全部水なんじゃないのと思いますからね。よくまあここまで、あの見たことがない人はね、あの私の YouTube チャンネルでね、正月ぐらいのね挨拶のね動画を見たらね一発目わかりますよ、うん、まあそろそろね、あの体重測定もありますから、あのそろそろまた公開体重測定もやりますからね、あの期待していてください、うん、それではあの早速あの質問に答えていきますけど、ハンドルネームひとみさん、結婚を構えている彼氏が見栄っ張りで困っています。あんまり貯金ないのにローンで時計や服を買い、ついには高級車もローンで購入しました。このまま結婚してもいいですか？見栄っ張りの癖は直せないんですか？ということなんですね。もうこんな人もう無数にいますよね今。まあ未来ももちろんいるんだけども、その未来は現代までないかもしれないね。今の方が見栄っ張りの人って非常に多いんじゃないかなと思います、うん、私みたいにね、あのいつもねイオンのね、あのなんてあの靴下とかね見せる人っていないじゃないですか、うん、インスタ映えとかねイオンであの写真撮影とかする人いないんじゃないですか、うん、いつもなんかちょっと頑張ってね、あの高級なあの洋服とか、あのアクセサリーとか時計とか高級車とかね、あのインスタに載せてる人って非常に多いんじゃないかなと思います。本当はあのあちらこちらに見栄っ張りの人というのはいるんじゃないかなと思いますけど、見栄っ張りの人っていうのはもうそもそものその育ちが違うわけですよ。もう子供の頃からのその家庭環境もまあ普通のごく普通の人とはもう違っていますし、その教育を受けた、うん、内容というのも、まあ親からね、うん、親から受けた内容というのも違いますしね、中にはね、あの絶対人には謝るなというあの教育方法をねあのされている人もね実際本当に結構いらっしゃるんですよ。人には絶対謝るなとそういったあの教育方法をしている人も本当にいらっしゃるんですよ。まあいいです。あの人それぞれあの基準があってね、見栄っ張りの人というのはその基準がそもそもおかしいわけですよ、うん、でももちろんその見栄っ張りの方々というのはその基準というのが正常だと思っているわけです。はたから見たら異様なんですけどね、その基準というのはねちょっと違うわけですよ。だからね、あの直せないですかということなんだけどね、そもそもその例えばね、その今基準が違うということを言ったわけなんだけども、その指摘するとするじゃないですか、あなたのその基準っていうのはちょっと他の人とずれてんじゃないのみたいな感じで指摘する場合の対応次第で直せるか直せないかっていうのが決まってくるんじゃないかなということなんですね。おそらく8割ぐらいの確率でね反発されます。何が違うんだ、お前の方がおかしいと、うん、これがね8割くらいだから20%くらいの確率で治るんではないかなと私は考えています。あ、おかしいかもしれない、あ、おかしいわみたいな感じであのゆっくり、ね、あの納得させることができれば治るんじゃないかなと思いますけど、多分ほとんど治んないと思います。そのまま突っ走ると思います。痛い目にあってようやく気づく人というのは結構いるんじゃないかなと思います。何俺見え張ってたんだみたいな感じの人ですよね。見えっ張りに見えっ張りの人って言ってもいろいろその見えの張り方って違いますよね。例えばあの体重をごまかす人だとかもいらっしゃいますし、あの身体的なねあの身長だとかも、うん、ごまかす人もいるし、あとはその物物品関係、例えば高級時計というのがまあ分かりやすいですよね。見栄っ張りな人というのはね、もう無理してね
何十回払いのローンで必死でね、そのを買って、で一つ二つでは物足りなくてね、5、6個持ってる人というのも相当な人いますよね、うん、給料はそこまで普通なんだけども、やっぱりねその基準が違いますから、育った基準が違いますから、まあ他の人よりもいいものもということも常に、うん、考えているということ、もうなんていうか上辺だけ勝とう俺がマウントを取るみたいな感じの感覚ですよね。だから普通のその道をその例えば車で説明しますけど、まあ普通自分の物差しが違うもんですから、あの他の人とね、うん、物差しが違うもんですから、例えば今あの軽自動車というのはあのコンパクトなあの小さい車があるじゃないですか。であとは高級車、まあ国産もいいですし、まあ外国産のものもあるじゃないですか。で高級車に乗っているとしますね、その見栄っ張りの人は。で国産のね軽自動車コンパクトカーなんかを見ると、ああいう車にはもう乗れんみたいな感じになるわけですよ。しかしそのコンパクトカー軽自動車の人というのは、自分の物差しではこのコンパクトカーで十分なわけですよ。あの例えばね高級車を見て、あれは必要ないと思っているわけですね。あれには乗る必要がないと。なんでかって言ったら、会社の往復と買い物くらいにしかあの使うことがないと思っているわけですね。高級車に乗っているその例えば見栄っ張りの人がいるとするじゃないですか。その人の基準ももちろんその軽自動車の方のその基準と全く違うわけですよ。だから購入方法の基準も違うわけです。軽自動車のコンパクトカーの方は一括払いでしか買うことはない。しかし高級車の方というのは、今あるじゃないですか、結構残クレとか、うん、ローンというかいっぱいあるじゃないですか、うん、それしか考えることができないという基準があるわけですよ。だからお互いの基準というのを、まあ、理解することができないから、まあ、なかなか治らないということなんですね。だからその高級車の見栄っ張りの人は、とにかくマウントを取りたいんだよ、俺は、私は。マウントを取ることができればどうだっていいんだよ、みたいな基準があるとするじゃないですか。でも軽自動車のそのコンパクトカーの人は、まあ、移動できればいいよ、みたいな基準があるわけですよ。物差しがあるわけですよ。だからお互い、なんていうのかな、理解することができない。ということをお互いの基準をね、多分ねその軽自動車コンパクトカーの方というのは、見栄っ張りの方の基準というのをなんとか理解することができると思うんですよ。あ、そうなんだ、マウント取りたいんだと。でもマウント取って何するんだみたいな感じで理解できると思うんですよ。でも高級車の方のその見栄っ張りの方というのは、その軽自動車の方の考え方、物差しの質の基準というのを全く理解することができないと思いますよ、私は。なんでかって言ったら、そういう人ってもう昔からそういった育った環境というのが自分自身もそうさせているんじゃないかなと思いますよ。自分だけが正しいみたいな感じでもうずっと思い込んでいる人というのが多いわけですよ。相手が間違っていると思い込んでいる人というのは多いわけですね。絶対自分が正しいんだと思い込んでる人というのが多いです。その見栄っ張りの人というのはね。だからなんかね、なんか知らないけど、相手を指導する、教育するみたいな感じの立場なんだ、俺は、私はみたいな感じで錯覚している人というのも非常に多いと思います。だからその見栄で着飾ってるわけじゃないですか。だからそこら辺の人よりも自分が上と錯覚するわけですよ。で相手をまあ見下すような感じに何か錯覚されるんですね、自分でね。だから俺が教える、指導する、俺が教育する、俺が説教するみたいな感じの感覚の人というのが多いわけです。だから私は最初からね基準が違うと、いうことを言っているわけでね。まあ、なんていうのかな、相手のその基準というのを尊重できない自己過信というのかな、傲慢さ
っていうのかな、それがもう根付いていると思うわけですよ。だからなかなかね、治そうとしても治らないんじゃないかと。ましてやね、自分で治そうとするんなら結構治る確率っていうのは高くなるかもしれないけど、人に言われて治そうということはもうほとんどないんじゃないかなと思いますね。結局ね、自分が一番と思っている人が多いんですよ。自分が一番だと思っている人が多いわけですから、世間一般的な、その一般常識的な感じでやんわりね、お伝えしても、まあその人にとってはね、まあなんていうのか、非常識として受け付けないということなんですね。だからね、私個人的にはそういった考えというのを持っている人というのは、まあ何ていうか癖なんですね。心の癖っていうか、まあ普通の身体的な癖ではなくて、心の癖というのがね、まあそういった人には強く根付いているんじゃないかなと思うんですよ。まあだから上辺だけ頑張って見栄だとかプライドというのが、プライドというので自分自身を守っているということなんですね。見栄だとかそのプライドというのが傷つくから、まあいろんなその周りの環境の基準というのは受け付けないわけですよ。これはね、なんていうの、聞かざるとかのレベルではなくてね、その一般常識的なことというのももちろん守らなくなるわけで、何かね少しでも悪いことをしたにもかかわらずね、何か指摘されたらそのプライドというのが邪魔をしてね、頑なに相手を攻撃する態度というのを取るようになるわけですね。こないだ偉いものを見ましたよ。私はね、魚釣り用のその車を運転していてね、高速道路に乗ってパーキングエリアでちょっと休憩していたわけですよ、でバイクがね、ちょっと高いバイクなのかな、アメリカンの、ハーレーダビッドソンっていうのかな、あれでねトラックの進路を防いでいたわけですよ、トラックが全然出れないわけですよ。でちょっと動かしてと言ってもね、全く動かそうとしないわけですね、で言い合いになっていたわけですよ。だからそのトラックは困り果てているわけですよ、バイクが邪魔でね。でもバイクのものというのはね、自分のプライドがあるもんですから絶対動かさないわけですよ。あれはちょっとひどいなと思いましたね。もう絶対に動かさないわけですね。自分のプライドというのが負けたということになるわけですからね。あれは本当にもう一般常識的に本当に迷惑だなと思うわけです。こうやってね、プライドが非常に高いもの、見栄張りというのはね、世間にも本当に迷惑かける存在になるということだから、しかしね、本当に最終的にね、俺はおかしくないと、おかしいのはそっちだみたいな感じでね、説教なんか聞きたくねえみたいに、俺は間違ってない、お前がどっか行けみたいな感じになるわけですね。だからね、人見さんかな、この人と結婚を考えている人、結婚してもいいですかみたいな感じで、ね、聞かれていますけどね、正直ね、ちょっと考えた方がいいと思いますよ。治ればいいんですけどね、多分なかなか難しいんじゃないかなと。かなり痛い目に遭えば、そこからまた復活してね、自分のその基準というのをね、修正して、それで自分に合った、生活というのをね、貫くことを決めたのであればいいかもしれないけど、なかなかどうかなと私は考えています。もうね、多いんですよ、多いんです、本当に多いんです。身の丈に合っていないものというのが本当に多いんですね。かっこつけたい、自分を大きく見せたい、自分を強く見せたい、自分を賢く見せたい人というのが多いんです。ありのままの自分自身で勝負すればいいと私は思うんですけど、それがなかなかできない人というのがね、その見栄張りの人というのは多いわけですね。私のようにね、包み隠さずね、腹を出してね、勝負すればいいわけですよ、たまにね、腹に力を入れてね、引っ込めてね、見栄張ることはあるかもしれないんですけど、それはね、
あまりにも出すぎて気持ち悪いであるから、少しはね、見苦しくないようにすることはありますけど、基本的にあのまんまですからね、もう隠しようがないというのは、腹の肉っていうのはなかなか減らないもんなんですね。もうびっくりしています、本当に。まあいいです。まあ、だからなんていうの、これはね、なんていうの、男の視点から言えばね、なんていうのかな、私の、分かりやすく言うと、私の友達に、まあなんていうのかな、商社で働いている男がいるんですよ。三井なんとかで働いている男がいてね、若い頃っていうのはね、よく合コンをしていたわけですよ。うん、で合コンでしかもその商社とかになればね、モテるわけですね。うん、でも女というのはね、そのもちろんお金目的なんですよ。うん、だからそいつはね、その商社で働いていることというのを伏せてね、うん、途中から合コンするようになりましたね。下水かなんかのね、名刺、下水関係の工事の名刺もわざわざ作ってね、あと汚い格好でね、わざと汚い格好でね、合コンに参加してましたよ。うん、もちろんモテないわけですよ。相手にされないわけですね、全く。で他のその金融関係の同僚、なんていうの、同級生の人たちというのはもちろんモテるわけですよ。でもそいつはね、商社というのを出さなかったからモテないわけですよ。下水関係と言っていたもんですからね。でね、いつかね、そいつというのによく話しかける女がいてね、要するにその商社とか仕事とか、そういった表面的な部分だけでその人間性というのを見ているわけではなくてね、中身でね、結局好きになってね、で今もちろん結婚しているわけですよ、その女とね。そういったこともあるから、見栄っていうのは、見栄を張る行為というのはね、必ずしもよく、いい思いというのを得ることはできるわけではないんじゃないかなと私は思いますよ。うん、自分をなんていうの、隠すことで、まあいい、まあ、この場合はそのいい女というのがね、ついてきたわけですから、そういったこともあるということ、表面的な部分ばっかり強調してたら、その表面的な部分ばっかり見る女というのがついてくるということですからね。最終的にまあすぐ離婚とかなりますからね、女からね、全然ダメじゃんお前、ただの見えっ張りやんかみたいな感じで思われて終わりですから、本当にそのなんていうの、本当の部分というのを、表現して好きになってもらった方が、その男としてはいいんじゃないかなと私は思いますね。本当の自分というのをね、好きになってくれるような人間と一緒になった方がいいと私は思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは先輩方、また。